はい、皆さんこんにちは、タートルです。走るのは苦手だし、長い時間歩くのはめんどくさい、そういった方におすすめな小豆洗いを紹介していきます。今回のメニューはたったの1分を2回するだけです。誰でも簡単にできますが、これが有酸素運動の効果、下半身の強化ができるので代謝も上がり、痩せやすい体質を作ることができます。どうせやるなら辛くなく楽しい方がいいですよね。そういった方におすすめなメニューです。今日も一歩前進しましょう。1分2回するだけですが、ルールがあります。かかとを床につけない、膝を伸ばさずに膝を曲げておく。これなら何してもいいです。真似してもいいし、自由に動いてもいいです。かかとはつけない、膝は曲げる。これで自由な動きをしてください。スクワットしてもいいし、小豆洗いしてもいいです。この小豆洗いなかなか辛いですからね。バカにしちゃいけません。膝伸ばしたらダメですからね。かかとも上げたままです。これが結構ね効いてくるんですよ、バカにしてると。何してもいいです。好きな動き、これでもいいよ。とにかく膝を伸ばしきらない、かかとを床につけない、それなら何してもいいです。好きな動き、パンチしてもいいし、ジャンプしてもいいし、アントニオ猪木してもいいです。何でも OK。 ちょっと休憩がね長いと思いますが、しっかり休んでください。結構ももきてませんか？どうですか？かかとを床につけないことで体幹が身につきます。足の裏のバランスが良くなったら足痩せしやすくなりますから、足痩せにもいい。適度に息が上がるから有酸素運動にもなる。いろんな動きするんでいろんな筋肉が使われる。最高ですよ。さあ行きましょう。かかとを少し上げて、膝は伸ばしきらない。何してもいい、何してもいいってもう最高でしょ。好きな動きでいいです。好きな動き、何でもいい。これなんかもう最高。これもこれ1分とかすごいですよ、マジで。これきつい、これきつい。こんなんでもいい。ももが疲れてきたらね、ちょっと膝の位置を上げる。好きな動きしてください。かかとついちゃダメですよ。オッケー、お疲れ様でした。たった2分、あっという間ですよね。これ毎日できるでしょう。ただやってしまうのが、動画を見ずにやってしまうと必ず飽きます。動画をつけたことによって見ながらやらなきゃ、やるスイッチが入ったりするんで、自分を信じて続けてみてください。頑張ってよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。